Hey, what's up, dogs? おはようございます。ストリート大学、ジョイバダスのランドオブザフリーの、続き。てかもう今日本当ラストになりますんで、2バース目の後半の部分をやっていきたいと思います。まあ、まずどんな感じのところか聞いてみましょうねと。Many times I gotta tell you, I don't need no permission. A human with supervision and a living condition. I need too much of my children, just hoping that I will listen. So I need a coalition, and it's called a politician. It's nothing out of this bitch, too many matter conditions. Not a family victim, not a black man victim. Just a really skinny, you should take a recognition. In the land of the free, so the free lovers, if it's there in the street, they meet it all the time.みたいなね、一番最後すごい畳みかけるっていう感じだけど、じゃあまず意味の方からやっていきたいと思います。 How many times 何回言えばいいんだ。 Do I gotta tell you I'm a man on a mission? How many times ってのは何回、 How many で、 Do I gotta tell you あなたに何回言わなきゃいけないっていう疑問形だよね。で、なんて言わなきゃいけないかっていうと、I'm a man on a mission. I'm a man で、俺はそういう人間だってことだね。俺は男であるっていうか、まあ、俺は人間である。で、どういう状態かっていうと、on a mission。on は何々の上に乗っかってるよって。で、あは定冠詞のあ。で、ミッションっていうのは、なかなかこれもね、キリスト教用語なんで、生活に迫って考えにくいかもしれないけど、ミッションってのは使命とかって考えると分かりやすいかもしれないですね。なので、How many times do I gotta tell you I'm a man on a mission? 俺が、もう、その、Man on a mission, そうか。もう、使命を実行中の男だっていうことを何回君に言えばいいのかねっていう言い方なんだよね。How many times do I gotta tell you I'm on a mission? 俺がもうミッション遂行中だってことを何回君に言えばいいって、怒ってらっしゃいますね。はい。で、many times I gotta tell you I don't need no permission. で、君に何回も言ってるよね。俺には許可も必要ないんだよって。これどういう意味かは、まあすごいメタファーだけど、つまり無敵っていうか、すみません、ちょっとここにさせてもらっていいですかとかそういうのじゃなくて、もう最初から認められてる存在じゃん、俺たちは生まれた時からみたいな。そういう意味だと思います。Many times I gotta tell you, I don't need no permission. 俺は何の許可も必要ない。ここにいるのに理由なんてねえよ。そんなイメージだろうね。A human with supervision. A human ってのは人類だね。With 何々とともに。Supervision ってのは、その、すごい視野を持ったってことだね。スーパーってのは何々超えるって意味がある。視野ってのは、ビジョンってのは視野。だからその、すごい視野を持った人類だ。A human with supervision. 自分でそう言ってる。Ain't no living condition. Ain't とは、前も言いましたね。すべての否定形です。No living condition. 別に生きるのに条件なんかいらねえよって。別にいいんだよ。存在してて。みたいな言い方だと思います。で、I'm reaching out to my children. Just hoping that they will listen.I'm reaching out to my children. で、reach out っていうのは届く、手が届くとか。最近もよく、こう、会話とかでも reach out してないね、とか。あ、これカスタマーに reach out してないね、とか。なんか届いてないね、みたいな使い方をするけど。それと、似てますね。I'm reaching out to my children. 俺はまさに、自分の子供たちに届く、いている。届こうとしているっていうか。届けようとしている。たぶん、こう、迫ろうとして。I'm reaching out to my children. で、どういう状態かというと、just hoping. ただ、
こう望んでほしいと。That just hoping あ、just hoping 俺はただ望むよって、何を望むのって言ったら that they will listen、 その自分がそのなんとかたどり着いたっていうか、こうリーチアウトできた子供たちに聞いてほしいんだって。だから今この歌ってる内容を子供たちに伝えたいんだってことを言ってるんだよね。で、ジョイバナスは多分俺なんかでも12、3個ぐらい下だと思うんだけど、もうすでに次の世代に伝えないとっていう気持ちがすごい強いんだよね。で、次 Start a new coalition。 Coalition っていうのは連立とか連携、 Against何々に対して、 corrupt、 corrupt は道徳的に堕落したっていう意味ですね。まあ、こういうの覚えなきゃいけないね。 corrupt politicians は政治家たちだね。だから start 始めろ、start a new coalition っていうの、もう始めろ、新しい連帯を持て。どんな連帯かって言うと、against corrupt politicians。 何々に対する、何々って誰かっていうと、腐った政治家たちに対する連携を始めようよって。 It's not enough pots to piss in。 これすごい皮肉った表現だなと。 It's not enough は全然十分じゃないって意味です。 enough ってのは十分っていうことだね。昔なんか原宿にグッドイナフってすごい流行ったブランドがあったね。うん、それでイナフ覚えたかな。It's not enough pots to piss in。 pots ってのはポットなんか入れるポットね。日本だとポットってあんまね想像しにくいけど、その花瓶もポットっていうし、チキンポットパイのポットもそうだし、こういうカップ状のものですね。優勝カップのこともポットって言ったりもする。Pots to piss in。It's not enough pots。全然そのカップが足んないって。で、どういうカップが足んないかっていうと、to は to 不定詞の何々するためのっていうだね。to piss in は、しょんべんぶち込むためのカップが全然足んねえよって言ってんだよね、ここで。しょんべんぶち込むためのカップが全然足んねえ。で、さらにその後、too many murder, convictions。conviction っていうのは、信念ですね。殺人鬼の信念が多すぎちゃって、そのしょんべんを入れる十分なカップがないよっていうような表現だね。これは、明確な意味っていうよりは、まあ、メタファーなんだろうね。そのもうみんな邪悪になりすぎちゃって、それをその邪悪なションベンを収めるようなポットも全然ないみたいなね。で、 another family evicted。 ある another ってのは、まあ、ある一方とか、あるある家族は evicted ってのは退去だね、退去させられ。 another black man a victim、ある黒人の男性は、a victim っていうのは犠牲者だね。犠牲者になり。で、最後、ここがまたそうになる。That's as real as it's getting。それは、まさに本当のように今、やってきてる、getting。つまり、ある家族が退去させられたり、ある黒人男性が犠牲者になったり、まあ、そういったものっていうのはリアルに今差し迫ってきてるんだ、僕たちの現実に。で、 You should take recognition。 それをあなたは認識するべきなんだって言って、このバースが閉まるんだよね。全部訳していくと、何回言えばいいかな、俺はもうずっとミッション中なんだと、もう使命を今全うしようとしてるって何回言ってる君に。で、俺は別に君の許可なんて必要ないって、俺がやりたいことをやるだけなんだ、俺はすごい視野を持った人間だし、
生きるために条件なんか必要ない。さらに俺は子供たちにこの声を届けたいし、でもう単純にその子供たちがそれを聞いてくれるっていうことを望んでるんだよね。今こそ腐った政治家たちに対して新しい連携を始めなきゃいけないし、殺人鬼たちの考えてることが溢れすぎちゃって、もうそれを、その正面をカップに入れるような十分なカップがもう足りないくらいなんだ。ある家族は退去させられたり、ある黒人男性は犠牲者になったり、で、そういったことってのはリアルに僕たちの生活に今差し迫ってきてる。それを今君は認識するべきなんだよっていうことを言ってるっていうね。まあ、最後じゃあちょっと締めてみましょう。もう一回言えるかな。How many times I gotta tell you I'm in the mission? How many times I gotta tell you I'm a man in the mission? Many times I gotta tell you I don't need no permission. A human with supervision and no living condition. I'm reaching out to much you than just hoping that we'll listen. Start a new coalition against corrupt politicians. It's not enough for the pursuit. Too many murder commission. Not a family evicted. Not a black man evicted. Just a living occasion. You should take a recognition.In the land of a free, swift freeless. If I stay in the city, you get all my knowness. They disorganized, my people made us all on this. She got a last name, I was slave owners. In the land of a free, swift freeless. If I stay in the city, you get all my knowness. They disorganized, my people made us all on this. Yeah.自分が変わらないとってことですね。まあ一旦これでザ・ランド・オブ・フリーの解説は終わるんですけど、まあ一回通してねやってみたいですね。まあ